そこはどうですか？まあ、キーワード読解はやりました。うん、おお、漢字は？漢字もやりました。おお、なるほど。その時自信あり。は、うん、武田塾チャンネル。武田塾教務長の中尾です。武田塾教務の高田です。今回は武田塾チャンネル公開収録、大阪校、武田塾大阪校に来てます。はい、関西から皆さん、ね、集まってくれました。はい、ありがとうございます。今回2人目の生徒さんですね、はい、名前を教えてください。森崎です。森崎君、はい、目指してる大学は早稲田大学の文化構想学部を目指しています。いいですね、はい、今学年は浪人1年目です。1浪目、はい、じゃあ今日、ここで質問したいことは何ですか？現代文の基礎がどこまでなんかっていうのを質問したいです。現代文の基礎はどこまでなのか。なるほど。それ どういうことですか？センターとかだと、うん、そのやっぱり二択とかには絞れるんですけど、うんうんうん、そこからどっちが正解なのかっていうのがあんまり分からなかったりするので、うんうんうん、そういうところを質問していきたいな。それはどこまでやったらできるのか、それは基礎なのかみたいなところが悩んでるみたいな感じかな、うんうん、はい、なるほどですね、はい、これまず中森先生の見解を教えてください。センターは基礎じゃないよね、正直。2択から1択に行くは特に2択までは結構基礎でもいけるかなと思うんだけど、はいはいはい、基礎ってで解ける学校、大学で行ったら2等駒線レベルとか、はい、まあ、3金交流レベルなわけじゃないですか、はい、大学の男女で行ったら、そこが解けたらセンターで、じゃあ例えば2択から1択いけるかって結構いけないと思うんですよ。難しい問題。センターの現代文と日大とかやったら、うん、中森先生は日大の方がいけるんじゃないかみたいな。いや簡単でしょ、どう考えても。まあ、例えばそれが目標点が6、7割って言ったら言ってたけど、はいはい、9割とか10割って、はい、普通に想定手法とかでもなかなか取れないじゃないですか。なるほど。センターは意外と難しいぞってことですね。大事なポイント、はい、基礎とは何かって話なんですけれども、はい、知識の部分でいう基礎と、はい、あとまあ読解力の基礎っていう話で言うと、はい、知識の基礎はいわゆる漢字問題集とか、うん、そういうものを一冊仕上げて、語句のキーワード集とか一冊仕上げるって、このあたりちゃんとやってれば基礎は十分かなとは思うんですよね、うんうんうん、武田のルーという言葉は力だと入試漢字マスター1800プラスあたりが仕上がってればいいかなっていう感じですね。そこはどうですか？キーワード読解はやりました。おお、漢字は？漢字もやりました。おお、なるほど。そこは自信あり、うん、は、まあ、なさそうやけど大丈夫。キーワード読解だったら、はい、言葉が力よりもまあ難しいやつなんで、はい、あれだったらむしろ早稲田まで戦えるぐらいの語彙力をつくやつなん で、うん、そうですね、もう十分、はい、基礎どころか発展までもう全然、はい、いいですけど、でもこのまま繰り返していけば大丈夫なんですけど、うん、現代文の成績の上がり方っていうのは、うん、結構やっぱり特殊な科目だと思っていて、はい、おそらくセンターの8割行く前に日大は突破すると思うんですよね、大抵の生徒は。現代文の伸び方あるあるなんですけど、はい、勉強し始め、はい、多分雰囲気を見してる、かなりなんか読めたら解けるし、はい、読めなかったら解けないみたいなやり方だと思うんですよ ね、はい、すね、点数上下するみたいな、ね、そう現代文いい時はいいんですけどね、はい、みたいな、そういう子いますね。そうで、その状況からちゃんと読み方を、例えば田村の優しく語るとか、うん、まあ、あの決めるセンターとか、はい、ああいうものを使っていって読み方が分かってくると、これは違うだろうみたいな選択肢が切れるようになる、うん、2択が選べるようになったり、うん、2択まではいけるようになったりとか、うん、次第の問題だったらそこまでそのややこしくない選択肢が多いから、武田のルート的に日大レベル の、 その参考書とか書くものだったらこの時点で解けるようになる、うん、けど多分センターはまだ2択が選べない、うんうんうん、で今おそらく森崎君はその状況なんじゃないかって、うん、まあ、で開発講座に入りました、はい、マーチレベルに入りましたっていう状況になると、今度は読み方が分かるようになってくるんですね、うんうんうん、さっきのはどっちかというとマークの切り方とか、うんうんうん、そのなんとなく分かってる状態、うんうん、だけどちゃんとは読めないみたいな状態になってて、それが開発講座をやることによって要約をしたりとか対立構造をちゃんと整理したりみたいなことができるようになって、正しく読めるようになってくる。そしてここでなんと1回成績が下がるっていう現象が起きるんですね。大体あの特にセンターの現代文は成績が下がる、この辺で多かったと思う。夏の時期にスランプになった人、あ、現代文、うん、はいはい、僕も1回やらかした。これ何が起こったかっていうと、はい、2択の選択肢を全部逆選ぶようになるってことが起きたんですよね、うん、1回。結構この経験をした人は多いんじゃないかなと思います、見てる人の中でね。まだその状況に行ってない人も多分ここから先起こる可能性が高いんで、ぜひそれはちょっと覚悟しておいてほしいんですけど、選択肢が切れるようになってからしばらくしてある程度読めるようになってくると、さっき言った2択の逆を絶対選ぶようになるっていう現象が起きるんですけど、これは疑い深くなって引っかけに引っかかりやすくなるんですよ。なるほどなるほど、はい、読み方が備わってるからこそ罠にはまっちゃうんですね、はい、そうで、なんでかっていうと、センターのとか選択肢の問題って簡単
大学じゃなくなってくると正解の選択肢でも正解だと 100% 納得できないものになってくるんですよね、うんうんうん、なんかないこう正解正直なくないというかどっちでもよくないとか、なんか、どっちもそんな本文の内容じゃなくないみたいな選択肢になってるみたいな。は、うん、一応、次第の区間ではありました、うん。で、センターだと、なんか、うまく本文の内容をまとめてある選択肢と、なんか、抽象的にそんなこと書いてあったかなみたいな選択肢が残るみたいなことがない。あ、あります。で、大体正解が抽象的なこと書いてある方なんだよね。で、こんなこと本文に書いてあったみたいな内容が選択肢になってる。それなのにそれが正解。なんでかって話なんだけど、その選択肢は実は、正解だとは思えないんだけど間違いにする理由がない選択肢なんですよね。もう一個はすごいよくまとまってるんだけど間違ってる部分があるんです。だからそっちは正解にできないっていうものなんですよ。で、難しい問題は大体そういうなんか正解でもなんか釈然としないというか、なんかこう本当はちゃんと読めるとかすればちゃんと理由があるんだけど、なんかこううまく隠されてる選択肢になってるから二択になると引っかかるっていう状況が発生するっていうことですね。なるほど、はい、今おそらく森崎さんの基礎はできてます。だけど早稲田の国語でも解ける力を身につけるってなった時のスランプの手前かなっていう状態だと思いますね今多分。なるほどですね、うん、筆者の気持ちとかをなかなか読み取れないんで、うんうん、そのセンターでもその一番最後の問題とかをよく間違ってたりはします、うんうん、慣れてくると分かるんだけど、それ何を聞きたいのかが分かることが重要。全体内容を問うときって全部読まないとわからない選択肢実はそんなに多くない。その問題の中の選択肢のこの話だったらここで判断すればいいっていうところがちゃんと読み取れるかどうかが重要っていうところだね。おそらくだからピンポイントで読めないっていうところがまだあるのかなって気がするかな。そこで悩んでるようであれば、うん、読める人の方が全部読んでないんですよ。どっちかっていうと必要なようにしか読んでないみたいな。そこを今後問題重ねていくことによって、さっき言ったように要約とかね、そういうのを練習していくことによって、言いたいこととか話の中心、説問の中でのネタの中心になる部分とかを問題ごとに見抜いていって、そこを読むような練習をしていくっていうイメージですね。それができるようになってくると、早稲田とかマーチとかの国語がしっかり点取れるようになっていくかなっていうところですね。今悩んでることは多分基礎ではないかなとは思う。結構発展的な内容かなと思いますね。はい。次のステップには全然進んでると思うんで、そこは大丈夫かなというふうに思いますね。はい。なんかおすすめの参考書とかありますか？やっぱり開発とかですね。この時期にしっかりやった方がいいのは。開発法だと、あと現代向きワード読解、うん。あれの要約あたりはしっかりやって、なんとなく読めてるじゃなくて、ちゃんと読んで意味分かっているって状態に持っていくっていう練習をしっかりこの時期やってほしいですね。はい。今センターどのぐらい取れてるんだっけ？6割前後ぐらい、6割ぐらいは取れてて、で、その残りの4割が、まあ、そういう最後のちょっとトリッキーな難易度高めの問題であったり、まあ、要は2択で悩むそのところで逆を選んでしまったとかそういうところなんで、まあ、基礎はできてるんじゃないかとですね。だからそこからは次のレベルに行くために、はい、さっき中道が話してた大事なとこどこなのかとか選択肢の見分け方とかそのあたりを磨いていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。あとは全体の要約だね、うん、あ、大丈夫です。よろしいですか？はい、じゃあ、現代部のスランプ克服してね、はいはい、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと話難しかったけど大丈夫？あ、大丈夫です。今日は大阪府の森口市というところから来ました。基礎をなんかできてなかったんで、そこもう一回この夏で磨いていきたいなっていう目標が見つかったので、そういう面ではこういう話を受けてよかったと思います。家に帰って、それ自分で考えて、そこでもう一回自分でアウトプットをして頑張っていきたいと思います。早稲田大学の文化構想学部というところを志望してまして、早稲田の歴史のある中で学びたいので、ちょっと頑張っていきたいと思います。武田塾公式アプリ、ルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。